まこなこチャンネルです。さて、再び戻ってきましたこの場所で、前回レベル55ぐらいまで上げたら挑もうかなと言っていたのですが、漫画読みながらレベル上げやっていたら、なんと61まで主人公が上がってしまいました。まあこの状態であればほぼほぼ確実に勝てるんじゃなかろうか。さて、挑戦しましょう。25手以内、今回は主人公のみ操作するという形でやってきます。命令させろ。他はこのような構成で、さーて、これ何をやればいいのかがね。まずゾーン必中でゾーン状態に入りましょう。与えるダメージもね、多分増えていると思います。結構レベルが上がったので、さて、せいにゃはやはり命を大事に変えておきましょう。で、ベロニカがメガライアを使えるようになっています。結構なダメージ、500ほど。回復はせいにゃに任せて、あとは攻撃あるのみ。で、連携はこれはいいか。まず覇王山から与えるダメージ確認していきましょう。これで340、350ほど。これ大丈夫か。ベホマラやってくれよ。せいにゃがどう動くか。500ほどのダメージ、結構でかいな。メガライア、ベホマラ、これはやまびこ効果はないのかな。まだ覚えていないのか。次は閃光山でどれぐらいか。さっき350で、うわー、閃光山は低いな、与えるダメージ。あ、ちなみに主人公二刀流にしています。おっと、ベローニカが魔力覚醒をやってくれた。主人公二刀流にしているので与えるダメージは多分多少なりとも上がると思うんですが、一方受けるダメージがね、増してしまっている。自らの傷と MP も癒すと書いてあるが、ちょっと他の人のゾーンを待ちましょう。この方がいいのかな。マルティナがゾーンに入った。なんとかマルティナとの連携で、あっと、危ない、ギリギリ。そしてせいにゃに振り下ろす。あー、危ない危ない。そしてベロニカも暴走状態。あとどれぐらいだ。ちょっとマルティナが会心出ないのが痛いところだけど、あと少しだな。どれがいい。仲間全員の呪文が暴走しやすくなる。一括で敵の動きを変えるか。マルティナの能力とにかく超アップ。再びゾーンにと、まあ、使ったことないものを使いましょう。マルティナの能力がものすごく上がるそうです。ああ、両手に何かを掴んで、ああ、こういうことね。そういうことね。S モードに突入。これ敵が見取りやすくなるっていうのがありましたけど、あまりそれはね、効果がないんじゃないか。耐えられるよね、これ。よっしゃ。ああ、そっか、マルティナは攻撃力、守備力アップとか、素早さアップとか、いろんな効果が追加されたという感じ。これであれば、十分条件達成したんじゃなかろうか。どれぐらいだろうな。
前回26でね、負けましたので、20点。ぼちぼち。強い武器のレシピが欲しい。最上位のレースに挑みたい。エッチな本が読みたい。エマと結婚したい。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれよ。まず強い武器のレシピを、もらいましょう。これ他の残り2つに挑めば、他の条件も選べるってことだよね。勇者の剣、貝のレシピを覚えた。褒美をスキルの種をもらった。もう一つの試練も解放されたけど、同じ場所に行ってもさらに上を目指せるのかどうか気になる。さて、ここ火事、勇者の剣、貝、どんなもんになっているか。ちょっと見てみましょうか。武器、片鉄剣、勇者の剣、貝はいろんなアイテムが必要なんだけれども、そんなものをほとんど持っていないので、無理、王者の剣というのも必要になる。じゃあ行きましょうか。2つ目、あんまり行きたくないな。もう一つ目で全部終わってくれればよかったんだが。じゃあ行こう。再度ここを通り抜けてセーブしてからまた中入ります。そしてやってきたポイントはこちら、山頂の祭壇というのはここか。これ戻れるのか。いや違うよね。ここオーブはめられるわけでもない。以前一つ前のところではこうした名前があるところにね、宝箱があって、そして良いアイテム手に入れたので、これは戻っちゃうのかな。あ、入るべきじゃなかったか。いや戻らないな、全く別の場所に着いたな。大丈夫か。はてなはてなはてなのところにたどり着いたけど、ドラゴンはなんとか避けた。ここのドラゴンも避けられるかな。右からの方が通り抜けられる。意味ないだろうこれじゃあ。ああ次のポイント来たな。さてもう一つのところは、これは何なんだろうな。金色なのか、それとも全く別の色なのか。まあ戦ってみましょうか。ゴールデンパペットか。なんか金色に見えるけれども、単に茶色っぽい色にもね見えてしまったので、果たしてどっちなのか分かんなかったけど、ゴールドたくさんもらえるのかな。これはもらえれば嬉しいけど。暗黒山、まあ MP 取られてもどのみち最後のボスの手前では MP 回復する場所あると思うので、バギーで倒し終えない。なんで今バギーやったんだろうな。もっと上位の魔法使えばよかったのに。あ、今ゴールドどれぐらいだったかみんな忘れた。まあいいや、ここも回避意味ねえ。何なんだあの敵は。あそこにいる意味があったのかと。ちょっとマップ複雑だな。これは素直に言ってしまえばいいのかな。多分残りは経験値稼ぎ用だと思うので。うわ違うか、そもそも登れないのか。うん、こいつは厄介。どうやっていけばいいのか。
とりあえず場当たり的に行きましょう。いや開かない。そして後ろから追いかけてくるが、さすがに当たるわけにはいかん。これまっすぐ行ってそこ登れば、いやダメか。ダメだな。ちょっと全部開けていこう。あ、ここも開かない。なるほど。じゃあ行ける、ここから行こう。宝箱は特にない。ここは開くか。開くな。あれでもここ来ると戻らないか。大丈夫か。いや戻らんか。こちら側からかな。でここ開くんであれば、いや開かないか。一直線で行けそうだったけど、もう一個ここも開かないんじゃない、ひょっとしたら。いや開くな。うわー、スロットマシン。そっか、ここを登ってあとは上の扉で開かないところがないことを願いたい。宝箱発見。英雄王の盾、なんか強そうだな。とはいえ今まあ守りタイプでも別のものが盾装備しちゃうのでそんなに強くないのか、英雄王の盾というのは。これはこちら側じゃなく、どっちだ。え、これはこちらが、うん、こちら側。あ、いや、ここ空いてるな。そしてここ進むと戻るだけのような気がする。うわー、もう複雑だな。多分全てのマップの中でこれが一番複雑なんじゃなかろうか。いやでもこっち来たら戻るよね。戻ったな。でここら辺は開くな。開けとこう。うん、開いた。開いたのは良いが、このまま行けば戻るだけ。わからん。ここは開くのか。開くな。ここも開くな。あっと見えなかった。まあ、あっさり倒せるんでここは良いんだけれども、強いな相変わらずバルティナ。大破山。あとはベロニカのイオグランデあたりで。いや、倒しきれないか。バギーまで倒しました。そしてレベルアップ。ここ側行ってあとはまっすぐ抜ければ あーそっか、まっすぐ抜けた後に。おっと危ない。ここか。ここの左側の階段登ればちょっと後々やり直しのことも考えて開けておきます。でもこれ一回外出てしまうと、もう一回最初からやり直しになるんですよね。それがすごく厄介。何が出る。
金塊か。こんな段階でお金なんていらないよ。多分金塊売るだけのアイテムのような気がするけど、今作どうなんだろうな。ドラクエ10だとね、もう売るしか役割がなかった。あれ、ちょっと待ってくれよ。戻ってきたな。これ一回戻って真ん中の部屋に来てしまう。あ、そっかそっか、あそこがっつり入っていってよかったんだ。あっと、キラキラ発見。ここ先ほどの1階の場所、そこから一気に行けそうだ。ここ降りて、ここの十字の方に向かった扉、ここでまっすぐ行けばね、とりあえず念のためここも開けておきましょう。あと宝箱。さて何が出る？レシピブックで永遠への手がかり、とこしえの帽子、とこしえの方位。どういう効果かは分からんけど、多分作る余裕ないんだろうな。アイテム集めが大変すぎるんですよね。さっきの勇者の剣回もね、全くアイテム揃ってない状態だったし。よし、あとは一直線だ。よかったよかった。アイテムないか確認してからこの方向進んで、3階までようやく到着で、あとはここか。あ、そりゃこんな敵いたな。ここを通って。このワープ入っていいのかな？ここ、そうだよね、ここだよね。そしてまたここをセーブしてから、多分次で最後だと思います。再びネルセン、ここは緑色の炎が灯っています。先にスキルパネルとか選べるものがあるんであれば、ないか。祝福の杖は覚えなくていいかな。覚えてしまうとね、それを使ってしまう可能性があるんで。よし、あとは作戦替え。主人公だけ命令させろ。聖女は命を大事に。これできます。お、これは賢者の像があるな。賢者セニカの像が後ろにある。こうして見るとセーラームーンか何かのようなね、キリッとした立ち方してる。30点以内。これは赤い霧を出すやつだったかな。結構与えるダメージが強くなるとかね、いうものだったので、相手のね、こちらに対する。まずゾーン必中から。エロニカがネガライヤー。これセーニャがゾーンに入ってくれれば、妖精たちのポルカ使えてかなり有利になるんだけど、果たして入ってくれるかどうか。煉獄火球、船を揺るがす。こけなければね、問題ない。会心が決まってくれる。連携は、まあ、あえてショック与えて一気にこちら攻撃という手もあるけど、ここは早草斬り。500か、結構でっかいな。こちらも500。そして聖女はベホマラ。あれ、やっぱ山彦まだ動いてないか。
なんか全然ヤマビコの効果が起こらない。というか、あーそっか、もしかしたらヤマビコの効果はこの髪の毛長い声援やだと覚えられないのかもしれない。ちょっともう一度スキルパネルをしっかりと見ないと。はやぶさ切り、まだ黄色くはなってない。541、結構ダメージ与えている。煉獄下級、おっと、また主人公か。これで倒されんじゃない。ちょっと待ってくれよ、回復待つか待つか、それとも入れ替えるか。入れ替えるのを待って、うわー、これベホマラやらないとね、絶対次誰か倒されそうになるんですよね。また、あー、マルティナ持ってかれた。でもマルティナであるんならば、いや他のも持ってかれるぞこれ。全員セイニャも倒された。そっか、赤い霧があったからか。ここは回復するんじゃなく入れ替えましょう。で、ローだけ命令じゃない、命を大事に。はやぶさ切り、あ、もうこれゾーン切れてるな、いつの間にか。あ、そっか、倒されたからか。819、魔力覚醒の効果。うわー、これでベロニカ持ってかれるか、ひょっとしたら。いや、ギリギリ耐えた。誰に攻撃する。うわ、主人公か。いやー、これはシルビア入れよう。シルビアバッチリにして回復もお任せする。あ、バイキルト使ってくるな、ベロニカ。あー、そっか、シルビアにねバイキルト使ってもらいたかったんですが。あー、また威力上がる攻撃を、効果のものをやってきた。避けたぞ、やるな。全身全霊切り、あとは任せるよ。ちゃんと倒してくれよ。700、変なとす、いやー、回復してほしかったな、自分自身の HP を。バイキルト、シルビア自らに。あと一発、誰倒される。おっと、さすがシルビア、かわした。天下無双、倒したか。よかったよかった、負けなくてよかった。うん、24手。あ、間違えた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 、危ない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 。当然エマと結婚でしょう。その願い叶えよう。お、どういうことだ。村が復興した後に取っておく。これは3回やった後にまた選べるんだろうかな。うん、じゃあエッチな本が欲しい。いかに勇者といえど、こればっかりは仕方あるまい。パフパフバニーをもらったのか。おっさんたちだね、大好きだ。これ、私がこれまで大事にしてきたとっておきのエッチな本だ。大事に読んでくれ。そういうものなのか。これはどこの場所に行っても、もしかしたら、途中のマップが異なるだけで最後の結末の部分は変わらないのかもしれない。で、肝心の本はどこ行った。まあいいや、まず命の木の実。ああ、そっか、大事なものか、やっぱりこれは大事。あ、違うな、どこにある。あら、本がどっか行ってしまった。
思わずまじまじと、あ、違うな、これだ。まあ、コナン、主人公ドローが、この、多分パフパフバニーだと思いますけど、これを持っている。主人公はもう、ゾーン必中があるから、じゃあ、ローに渡そうか。守備力とか下がるけど、まあしょうがない。あとは余ったものをくっつけておく。じゃあラストもう一個も言っておきましょう。ちょっとこれ会話しとこうか。あ、まあラスボス行けっていう話か。では最後の拠点、勇者の試練。